はい、皆さんお疲れです。ドラゴンでーす。今回はですね、城壁兵戦の方を、解説していこうかなと思うんですけど、城壁兵戦で、一番今向いているという武将、その武将の使い方を、僕なりに解説をしていこうかなと思います。それはすなわち、宝剣ダブルです。宝剣ダブルです。もうこの宝剣をうまく使っていくとスコアが出せますよというものですね。でもちろんこんな感じで1600に上げた状態でいきます。で、一応どういうメンバーでいくかというと、まあもう一回ちょっと上げますね。こんな感じですね。はい、一応ね、火燎点がポイントです。火燎点がポイントです。なぜかというとですね、サジが有属性なんですよ。で、有属性に効果抜群なのが地属性なんですよ。で、火燎点は地属性の攻撃力を上げてくれるプラス、地属性の、支援技能で、支援した武将を地属性に変えてくれるんですよね。かつ攻撃速度を上げてくれますので、宝剣を無属性から地属性に変えます。変えた状態で、そこから必殺を打つという感じで、サジをワンパンしていこうという、そういう作戦ですね。で、宝剣の必殺技っていうのがですね、線形広範囲攻撃ですので、それをうまく使っていきます。で、一応布陣はこんな感じですね。宝剣を両サイドに置いて、真ん中に李牧を置きます。で、李白に関しては適当で OK です。で、まあ、倍速で進めていきましょうか。で、最初の方はですね、どっちにしろ巻き込めないし、必殺ゲージも溜まってないので、そのまま、李牧あたりで、打ち取っていきます。矢印を向けてですね。よし、これで大丈夫かな。で、打ち取ると。で、3回目ぐらいでゲージ溜まるんすよね。必殺ゲージが、宝剣の。で、その時に、サジを打ち取ります。必殺技で。で、巻き込んで、打ち取ります。で、2回目も、まだゲージ溜まってないので、李牧に打ち取ってもらいます。李牧の速い攻撃で打ち取ります。で、宝剣こうやって、端っこに最初いるんですけど、だんだんとなんか真ん中に戻ってきちゃうんですよ。なので、そこは注意しながら。で、一応ね、この時に、火燎点の支援を、向けて、地属性に変えます。部属性から。で、これで効果抜群になりますんで、サジをワンパンできます。まあ、それこそ、属性変えなくてもできるかもしれないんですよ。基本的に効果今一つになっちゃうんで、効果抜群である属性で、やっぱ、有利属性でいった方がいいので、確実に。なので、まあ、これは確実にしておいた方がいいのかなと思います。で、必殺を打つときに、その必殺を打つ武将に火燎点をつけると。まあ、宝剣に、なんだろうな、地属性を基本的につけるイメージでいいと思います。今ちょっと李牧につけましたけど、で、これ効果抜群になりますよ、ね。で、この宝剣で打ちたい。で、宝剣がですね、必殺打った後に飛べるじゃないですか。そう、飛ぶときに、端っこの方に飛ぶようにします。この位置。この位置から、両サイドから攻めていくのが理想だと思います。ちょうど巻き込みやすい位置に入れるので、これでサジを打ち取りながら、巻き込めるので、これが理想的だと思います。はい、ワンパンできました、ね。で、これで巻き込みながらやっていくと。で、この時に端っこに移ります。こんな感じです。もう城の右左に宝剣を置くようになります。ほら、こうやって宝剣移動してきたでしょ。これが厄介なんですよ。
なので宝剣外側に行けよとそんな感じっす勝手に移動してくるからね、外に行けやとね。まあでも今回はなかなか順調に来てるんじゃないでしょうか。でこうやって雑魚兵がですね必殺打ってきますんで、この雑魚兵の必殺もある程度ケアしておかないといけません。確実に倒せるしておきましょう。でサージが出てきました。でこれも巻き込めるところは巻き込みましょう。ちょっとテンパるね、フォーメーション変わってきたから。どうしよう、まあいいかな、もうちょい削ろうかな。ちょっと HP 調整がここで入るから難しいんですよね。なんとかしのいで、敵も敵っていうか味方も死んでほしくないんだよね。このスコアに響くから。どうしよう、最後サジだけでも仕留めたい。おっしゃ、一体巻き込める、いけるいける、よっしゃ、オッケー、いいね、いい感じっす。これはいいスコアが出るんじゃないでしょうか。さあどのぐらいまで伸びるか、ちょっとでも伸ばしたいね。オッケー、倍率 3.23 倍ですね。で下が 1.91 倍、残存兵がね、もうそこそこではないでしょうか。一応11万超えましたんで、まあ、スコア的には高い方なのかなと思います。はい、一応こんな感じで宝剣を持ってらっしゃる方はですね、宝剣を両サイドに置いて、やるというやり方がいいかなと。あと火陵点で属性を変えて地属性で攻めるというやり方をおすすめしたいと思います。ではちょっと参考にしていただけると嬉しいです。はい、以上で今回の動画終わりたいなと思います。両戦頑張ってください。ではありがとうございました。さよなら。